というわけでバタバタしましたが、今日はこんなところで終わりにしたいと思います。えっとまあまあ、まだ、あの、もう3時か。日本だと3時なので、あの、皆さんさっさと寝て、明日の仕事に備えるといいんじゃないかなと思います。で、あの、無職の人とか、ニートの人とか、子供やおじさんとか、子供やおばさんとか、働いてない人いっぱいいると思うんですけど、あの、働いている人の生活習慣をまず真似することで、あの、就職しやすくなるので、要はその、 なんか、あの、夜ずっと起きて朝寝ますみたいな生活をしてると、あの、就職しようと思っても、いや、朝起きるの大変じゃってなるので、あの、無職の人はまずはあの、社会人の生活習慣になれるっていう意味でも、あ、明日土曜日なんだすいませんた <laughs> だあの、僕はあの、その、無職っぷりというか、あの、社会人不適合病院も発揮しちゃったんですけど、あの、僕、あの、いつの日しかあんま分かってないんですよね。あんまちゃんと働いてないんです、すいません、あの、明日休みなんですね。申し訳ないです。はい。 <laughs> あの、いつが休日で、いつか平日かわからないっていう、あの、ニートっぷりをもろに今、あの、見せちゃったんですけど、あの、皆さんお休みなんでね、あの、楽しい休日を過ごしてください。すいません、明日仕事の人は頑張ってあげてください。あ、3連休なのあ、今日も休みなの あ本当すいません。あの、世間の流れと僕は <laughs>、あんま適合してなくて、はい。申し訳ないです。はい。あのね、あの、その、この宮本さんの子供やすさんとかね、侮辱しておいて、あの、自分がもっと分かってなかったっていうね、すげえ恥ずかしい状況になってますけど、はい。皆さん、あの、3連休楽しんでください。お疲れ様でした。はい。失礼します。